2002年9月11日、ニューヨークは同時多発テロから1年目の朝を迎えました。事件が起きた時、私は偶然ワールドトレードセンターのすぐそばにいました。それから約1ヶ月間、撮影し続けたユニオンスクエアに1年後の今日、再びやってきました。Everybody! I want everybody! Let's go! Come on! Lay down! Everybody! Lay down!昨年1機目の飛行機がビルに激突した時間です。団員とは地面に横たわって死を表現すること、犠牲者への追悼と戦争への抗議を表しています。Bush arrived in New York at the World Trade Center site where more than 2,800 people lost their lives. As Jim Clancy reports, the world has joined America. 同じ時刻、テレビではイラクへの戦争を訴え続けてきたブッシュ大統領と、ワールドトレードセンター跡で悲しみに暮れる遺族の姿を中継していました。星条旗がはためき、愛国心を駆り立てています。Why did you come here today? Well, two reasons. Once, I work here. But here I wanted to come and see and be with the people. And today I feel so sad. Last year, a year ago, I was shocked and maybe scared. But today I'm very sad.Today's event is called New Yorkers Say No to War Mourning, and it's both to remember those who died last year at this time here in New York, in Washington, D.C., and in Pennsylvania, and also to remember those who died in subsequent U.S. military attacks in Afghanistan, and it's also a protest.And by having New Yorkers say no to war on our t-shirts and who we stand for, it's a protest against the Bush administration's. のテロから1年、マンハッタンにあるユニオンスクエアに立つと、深い沈黙で覆われていたテロ直後の広場を思い出します。人々は自然とここへ集まり、悲しみに耐えていました。アフガン空爆開始後、反戦の動きが活発になりましたが、マスメディアはほとんど取り上げませんでした。I don't even think it's a good case for war against Afghanistan. It's a war against Al-Qaeda. It's a war against Bin Laden. But not Afghanistan, not Iraq. I have a lot of friends who are soldiers now. And the reason I'm out, part of the reason is because, you know, I don't want them going to war.If by keeping the truth from people, that there are people who are against the war, because if you look at the U.S. media right now, it seems as though everybody supports the war, and that is not true. 私は昨年10月13日の平和集会でアメリカのメディアの危機を訴える声を聞きました。スピーカーの名前はエイミー・グッドマン。リベラルな内容で高い人気を得ているニューヨークのラジオ番組デモクラシーナウのパーソナリティです。彼女が働くラジオ局 WBAI の経営陣が一方的に番組を中止に追い込もうとしていました。
It's on public media in this city as we try to bring together internet, television, and radio. It's the only way to counter the constant drumbeat for war that the New York Times and CNN and CBS and NBC are continuing to beat. この集会で目にしたビラには WBAI を救おうとありました。市民が番組続行を求めて経営側と激しく対立していたのです。私はこのラジオ局に関心を持ちました。 WBAI の前身は1949年カリフォルニアのバークレーで誕生した民衆のラジオ局で、市民運動と連携しながら歩んできました。その間スタッフの逮捕、 FBI による不法な監視などがあり、政府との戦いを繰り返しています。 WBAI, your network, a network that was founded by peace activists more than 50 years ago, return WBAI to the people in this critical time of war. It is up to all of us to go to where the silence is in the corporate media and say something. Thank you very much.1年後、再びユニオンスクエアへ来て、番組が続いていることをビラで知りました。私はほっとして嬉しくなりました。自分たちのメディアを求める市民と、政府や企業に取り込まれず、独自の情報を発信し続けるメディア。これに私は心を惹かれました。そこで、独立メディアとして30年の歴史を持つダウンタウンコミュニティテレビジョンセンターを訪ねてみることにしました。1972年に NPO として設立されたセンターは、コミュニティに密着した番組を制作しています。また、障害を持つ人たちや10代の若者、低所得者、マイノリティなどを対象にした映像制作のための講座を多く開いてきました。創設者の一人、角恵子さんは1967年、絵の勉強のためにニューヨークへ渡り、ベトナム反戦運動に参加していたジョン・アルパートさんと知り合います。2人は角さんが撮影、アルパートさんが取材とインタビューを担当してドキュメンタリーを作り始めました。彼らはビデオジャーナリストの草分けです。これはキューバを描いた2人の初期の作品です。キューバ危機から10年後、情報が封鎖されてメディアに乗らないキューバの人々の生活を描いたものでした。自分たちがキューバ人に対する意識が変わったっていうね、そういう反響がだいぶあったんですね。そういうので、まあ、それが大使が目指してる屈曲の活動のもとなんですけど、彼らが作るドキュメンタリー作品はマスメディアにも取り上げられるようになりました。しかしここでメディアによる自己検閲という問題にぶつかります。インサイドイラックっていうのは中東の湾岸戦争の時にアメリカから入って、アメリカのメディア全部が揃って負傷者がなんかいないような、血の流れてないような戦争のようなイメージをアメリカ人に与えたんですけど、ジョンが行って10万人ぐらいの死傷者が出てるんですね。でいろんなところが破壊されて、もう医療物資もないし食料も足りなくて、市民がものすごく戦争の悲惨な状態に置かれてるんです。それを取ってきて持って帰ってきたら、ジョンは完全にボイコットされて、アメリカのセンサーシップに引っかかって、それから10年間全然ニュース活動できなかったんです。帰ってきて、それで CBS に3時間後に夜のトップニュースとして出るはずだったんですね。そしたら3時間前にそれを担当したプロデューサーがクビになって、ジョンもそれはもう放送にならない。それでジョンが全部の TV の、ネットワークに電話したら、どこももう全部知ってて、うちはもういりませんいりませんってみんなドア閉めたんですね。マスメディアから外された後も、彼らの作品は社会から高く評価されました。そしてようやくニュース活動を再開できたのが9・11以後を描いたグランドゼロからグランドゼロへでした。
作品はニューヨークに住むアフガニスタン人の女性リポーターがパキスタンの難民キャンプに暮らす親戚を訪ねていくドキュメンタリーです。旅の中で彼女は初めて親戚19人が米軍の空爆で殺されたことを知りました。アフガニスタンの村では生き残った村人が米軍によって殺された女性や子どもたちの様子を生々しく語りました。この時アルパートさんは10年前に味わったメディアの自己検閲を再び予感したといいます。ジョンがこれを持って帰ってその話をしてダメって言ったその、プロデューサーに会わせてもらって、そしたら彼がもちろんそうだよ、そんなものは放送なんかできないよってね、はっきり言うのね、カメラに向かってね。 Our job in television is to テレビの仕事はアメリカ人が見たいと思うストーリーを伝えることです。たった一人のアフガニスタン人の男が土にまみれてアメリカ人は人殺しだと叫んでいるシーンを見たいと思うアメリカ人なんていないはずです。結局問題のシーンはカットされ、10分にまとめて朝の CBS のニュースで放送されました。その後作品は日本とイタリア、カナダで放送されています。アメリカのマスメディアに対してどう思われます？非常に単純化したパターンで、なんていうんですか、危険だとは思いますね、そういう思考法っていうのは。なぜかというと、うちがこれがあるっていうのをね、宣伝しただけで嫌味の E メールが来て。マスメディアからですか？いや、マスメディア、これは普通の日本アメリカ人、いわゆる私が言いたかったのは、マスメディアがものすごく単純に、アメリカの愛国心を高揚するような風潮ばっかし鼓舞するので、やはり多くのアメリカ人が、少しでもアメリカに反対、アメリカの、ね、政府のやることに反対みたいな感じがすると、もうそういう単純なリアクションを起こすっていうのは非常に危ないと思うんですね。911の後、政府はアフガニスタンやアルカイダに関する報道管制を敷いています。かつてベトナム反戦運動が世界中に広がった理由の一つには、多数の生々しい戦場からのリポートがあったからでした。そのためベトナム以降、戦争報道は厳しく規制されています。Because they tell you what they want to, you know? They don't give you the whole story. Why do you think they are like that? Why? Because I think it's about money. I think they, it's a lot to do with government and money and keeping secrets, certain secrets, you know? You don't really trust media? Of course not. The media, you know, the media is not 100% right. Most of the time they do say things wrong. And they only show what they want to do, what they want to show. They don't really show what people really want to see, you know. 去年この事件があった時に、ユニオンスクエアでもうすでに平和、世界平和に対するデモンストレーションとかそういうのもいろいろやってたんですけど、そういうのが一個も報道されてなかったんですよね。テロリストに対する批判ばっかりのマスメディアだったので、だから、あ、これは信用できないなって。テロの直後、私はマスメディアではなくインディペンデントメディアセンターが発信する情報を信頼していました。当時ユニオンスクエアは平和のメッセージであふれていましたが、ニューヨーク市がこの広場を反戦の象徴にさせないためにそれらを撤去していると伝えてくれたのがセンターでした。こうした市民のための情報はどんな人たちによって発信されているのでしょう。センターは1999年、シアトルの WTO 会議の時、
反グローバル化運動の中から生まれました。インターネットを通して草の根の情報を交換し合うといういわば通信社のような存在です。ここのスタッフは全員がボランティアと聞いて驚きました。新聞とホームページの作成に取り組んでいるガブリエル・ウッドハウスさんは911のテロの後活動に参加したといいます。Visited the website. I knew about independent media, and I guess it got to a point where I was so frustrated with reading the news, reading the mainstream press, especially about a year ago after September 11th. 彼を独立メディアの活動へと熱中させたのは、興味本位に書き立てるマスメディアに対して何か行動を起こさなければという気持ちからでした。And I love it. You know, it's every day is a learning day. It's a lot of challenges because it's not just media. It's also a lot of group dynamics. It's about working with people, learning how to work with people, understand people. We operate on a consensus model. We make most of our decisions by consensus, which is very challenging. 新聞記者だった経験のあるジョン・ターレトンさんは1999年反グローバル化のデモに参加したことがきっかけでセンターに飛び込みました。シアトルでのマスメディアの報道に強いショックと怒りを覚えたからです。I went back to visit my parents for Christmas, and I would talk to friends all over the country, or friends I knew back in Texas or wherever, and the only people who really understood what went on were either people who listened to this radio program called Democracy Now, or people who had used indie media.If they hadn't used those two sources and had watched the network news, they had a completely opposite understanding of what was really happening in the streets during that week in Seattle. So that made a big impression on me. 現在センターは世界80数箇所に開設され、今も増え続けています。特に911のテロの後、オルタナティブ、つまりもう一つのメディアへのニーズは世界的に高まっています。そのニーズに応えているのは、彼らのような行動する一人一人であることが分かりました。ニューヨークには番組を作る独立メディアがいくつかあります。中でも1981年にスタートしたペーパータイガーテレビジョンはマスメディア批判の番組や作品を多く作ってきました。現在はインディペンデントメディアセンターと連携した映像作りに取り組んでいます。Office Bigger Tiger is a collective. Our mission is to democratize the media, and that means a lot of things. We have comments at that. ペーパータイガーを一躍有名にしたのは1990年に制作された湾岸戦争シリーズでした。反戦運動に取り組む地域の人々とマスメディアに不満を持つ報道関係者が映像素材を持ち寄り、湾岸戦争に関する10の番組を作り上げました。911のテロ直後にも反戦運動や中東情勢、アラブ系の人々への迫害、メディア批判などの作品を発表しています。ニューヨークの独立メディアは私の突然の訪問を快く受け入れてくれました。市民による市民のための情報を発信している独立メディアの存在はマスコミだけに頼っている日本社会の危うさを教えてくれました。夜7時、
ユニオンスクエアにニューヨーク在住のアーティストたちが80人余り現れました。The mask is, it's partially from when we did this last year at the same time. People were wearing masks because of the dust from the Trade Center. And now it's also about people being silent, about not speaking out against the war that's happening. Back.